ちょっと居心地悪い。やっぱこう上げるのも持っとかないといけないかな。うんうんうん、ちょっと待って、ちょっと。えー、っと、見た見た。じゃあこっちの方見て。え、まあ一言で言えば、えー、まあどの範囲まで あの権利制約をするのか、まあ、それをいつまでするのかということをお、まあ、政府のさじ加減で、えー、できてしまう、まあ、そういう法律に、まあ、あの改正されたということですね。改正特措法というのは、えー、新しく、えー、まん延 防止等重点措置これもう、したかんじゃうんですけども、こういう新しい期間を、その緊急事態宣言が、えー、発令されていなくてもできるようになったんですね。で、これはでも実際は緊急事態宣言とほぼ同じ意味を持つものなんです。どういうことかというと、まあえー、この、えー、法改正によって、 えーまあ、罰則がつけられるようになったんですね。でもそれはあのお緊急事態宣言だけではなくて、この緊急事態措置と、まあ、同じようなです、ね、罰則ができるようになったと。で、えー、つまり、まあ、緊急事態宣言というものを解除しても、 同じような権利制限ができるそのまん延防止等重点措置、こういう期間ができるようになってしまったので、緊急事態宣言が事実上、強化されるだけではなくて、それがまあ長期化される、そういうあの法律になりました。で、問題は、一番の問題は、要は今後、一体いつになったら終わるのか。 えー、どこまでその権利制限がなされるのか <laughs> ということがですね、えー、こ見通しがあの見えなくあの、非常に悪くなってしまったと、そういうことが一番の大きな問題ではないかなと思いますね。<music> まあ、その特措法には、 えー、どういう,う措置ができるのかということを、あの政令というものに委ねてるんですね。で、政令というのは法律とは違って、えー、政府が一方的に決められるものです。法律というのは、ちゃんと国会議員が国会で議論して、そして、まあ、あの過半数の賛成で成立するというのが、まあ、法律ですよね。これはまあ皆さん ご存知のとおり、われわれが国民を代表する国会議員が議論して決めるのが法律、それに対して政令というのは、えー、国会議員が全く関与しないところで、まあ、政府があ一方的にこういうルールを作りますと決められるものなんですね。もちろんその コロナの感染拡大を、えーまあ、減少にしなければならないということは、あのそれ自体はあの分かるんですけれども、おじゃあその、どこまでね、減少させれば、えー、我々社会はその通常の社会経済活動ができるようになるのか。 でそれはコロナが全くゼロになるまでやり続けるんですかと。そこの,その社会的なコンセンサスが今まだできてないと思うんですね。で、ややとも、ややもすれば、そのゼロコロナに反対できない雰囲気の方が強くなってですね、えー、とにかくそういう、まだコロナが感染、 拡大の恐れ、まあ可能性が消えない限り、えー、ずっとこの状態を続けるということも、法律上あるいは政令の書き方だとできてしまいかねない状況になっています。改善というかですね、まずその問題に気づいている人はほとんど今いない。 とということで,すで、えで、ー、まあ、このコロナ禍で、そのだから仕方がない、もう諦めてしまっている人が多いのかもしれませんね。なので、今、どういう法律が作られていて、それによってどれだけ、えー、我々の、その、社会が大きく変わりつつあるのか、法律がおかしくなっているということも含めて、えー、もう皆さんが、あの、 ちょっと待ってね。はいはい。う関心を持たなくなってきてしまってるんではないかと。あるいはあの、おかしいと思っても、それを、まあ、声を上げづらくなっているので、えー、まあ、皆さんがそういった形で、まず関心を持たないとその変わりようがないという、そういう今、状態かなと思いますね。 解決する方法というのは、なかなか、その、難しいんですけどもね。まあ、私が考えるのは、もう法律を変えるしかないんですね。ですから、結局、人々がどういう社会を望んでいるのか、もうずっとこういうコロナ禍で、えぇ、ー、銃を制,限制約された社会が望ましいというふうに、皆さんが考えるんであればね、 まあそのやっぱりコロナが起きる前のお我々の社会のいろんな原理原則っていうものはそれは当たり前のように、えーまあ、法律に基づいてまあ えー、まあいろんな権利が、まあ、守られる社会ですよね、まあ、それは当たり前のように思っていたのがコロナ禍で、まあ、急速に崩れていっていると思うんですねいろんな空気があってその言い出しにくい空気があるっていうのは僕も感じ非常に感じているので分かるんですけれどもやっぱりまあ 私は、まあえー、法律家を含めたジャーナリストを含めた有志の会というものを、まあ、思い切ってこの1月からあー声をかけて動き始めました。で、まあ、私も1人だけだったらなかなか言い出しにくいことだったかもしれないけれども、まあ、そういった同じような問題意識を持っている仲間が、まあ、何人もいるということを。 受けてですね、まあ、その発信はしやすくなったわけですけれども、まあ、そういった形でおそらくその、えー、そういう問題意識っていうのは、少なからずの人が実は持っているのではないかと、ただ言い出しにくいということがあると思うので、そこを少しでもやっぱりメディアも含めて、議論できる環境を作っていただきたいし。 皆さんもまあ勇気を持ってきちんとこういった問題についてもまあ向き合って議論していく必要があるんじゃないのかなというふうにまあそれだけがもう私の言いたいことですかね。